そろそろ出発しよう。おや？こんなに早くログインしたの？君は本当にじっとできない人なんだね。もう少しムーンベースで休みを満喫したらどう？僕はあそこの景色が結構好きなんだ。ピーター、戻ってきたの？もちろんさ。君がシステムに接続したと気づいた瞬間、慌てて戻ってきたよ。なんたって、僕は君の信頼できるシステム操作員だからね。旧友と会ってきてどうだった？相変わらず、いい意味でも悪い意味でも、彼女は印象深い子だったよ。機会があったら君にも紹介してあげようか？遠慮しておく。私、また桜花に戻ってきたんだ。待って、今回私は今までの記憶を持ってるの？どうやら君は順調に成長してるみたいだね。どうかな？馴染みのある顔を見て懐かしいと思わない？ピーター、あなたは今回ループに介入できるようになったの？どうやら前回の成功は君の記憶の一部を回復させただけでなく、僕にも新しい権限を解放してくれたみたいだ。こうして時々現れて君のそばにいてあげられる。嬉しい？それはよかった。僕も同感だよ。リタ。はいはい、どうしたの？一つ聞きたいことがあるの。何度も聞いたかもしれないけど、本当の答えは一度も得られてない。どうして私のことを助けてくれるの？おや、またその質問とは。君は本当に意地っ張りなんだね。じゃあ、今の君には何か他の推測でもあるのかな？あなたは私を助けてるわけじゃない。そうだよね。あなたの本当の目的はこのシステムに関わる別の人たち、例えばキアナとか。君たちみたいな人間は自分を正義の味方だと言っていつも他人のことを悪く思うんだよね。僕は悪い女だけど、たまには改心していいことをしたくなったらダメなの？あるいはただの気まぐれで太陽系で最も賑やかなところまで見物をしに来ただけかも。もっとシンプルで、僕はただキアナに恩返しをしたいだけかもしれないよ。どれが本当か当ててみる？やっぱりちゃんと答えるつもりはないんだね。僕はすーごく真面目だよ。そうだね。 5% くらい真面目かな。もういいよ。質問を変える。教えて、ビタ。セナは実在してるの？それとも私の幻想？両方かもしれないね。今の答えは気に入らないみたいだ。じゃあ、どっちも違うとか？聞くべきじゃなかった。ほらね、僕が何を言ったとしても、君は当たり前のように僕が嘘をついていると思うんだ。今までの経験と、ムーンベースにいる人たちのあなたに対する評価のおかげだよ。傷つくよ。でも、君がここに戻ったのは、英才を調査するためだよね。任務の目標から離れてサブ任務の方に行っちゃうなんて悪い子だな。おや、見て見て、あそこにいる人。例のあかりのなんて名前だったかな。まあいいや、早くあの人と話してみようよ。彼なら英才のことを知っているはずだから。ちょっとそっちじゃないよ。待ってセナ、これ以上そっちに行ったらもう知らないからね。ただセナ、もっと優しくして。あ、ごめんごめん、痛くしちゃった大丈夫だよ。今日は凝った髪型にしてくれるみたいだね。なんだかいつもより時間がかかってる気がするよ。ちょっと、まさか早く芝生でピクニックをして最高に美味しいジャムサンドを食べて湖の魚にパンくずをあげたいからって焦ってるんじゃないよねそれって全部セナのしたいことでしょ。あれ、バレちゃった？それで早くピクニックに行ったりボートに乗ったりしたくないの？髪型はシンプルなものでいいから。ダメダメ、せっかくのお天気だし一番可愛い髪型にしてあげなきゃ。公園でピクニックしてボートに乗るのも楽しいけど、そばに満開の花があって通りすがりの人たちが温かい笑顔を浮かべてる。そして私はベンチの後ろであなたの髪を覚えたての髪型にしてあげてる。それもお天気の日の楽しみの一つだよ。分かった、言う通りにするよ。セナが疲れていなければ。疲れてないよ。後で芝生でピクニックして花冠を作るんでしょ。その後は湖でボートに乗ってみんなで音楽に合わせて歌ったり踊ったり。え、待って、最後のは参加しないでおくよ。あんまり得意じゃないのはセナも知ってるでしょ。ちょっと、前もそうやって逃げたんだから今回はダメ。日差しが心地いい日はみんなが楽しく歌って踊るの。やりたいことを思う存分できるって最高だと思わない？踊った後はあずまやに行って動物たちに餌をあげよう。そうだ、ヨーヨーの遊び方も教えてあげるね。もうヨーヨーに頭を叩かれるのは嫌だな。大丈夫、あなたは賢いから頭を叩かれたってバカにはならないもの。先生の私がついていれば練習を重ねることできっとマスターできるはずだよ。そんなに予定を詰め込んで今日中に終わらせられるかな？確かにちょっと詰め込みすぎかも。どうしよう、あなたと一緒にいるとやりたいことがどんどん出てきちゃう。しかもどれも面白そうなの私もだよ。大丈夫、今日できなかったら明日またやろう。私たちはずっと一緒だしまだまだ時間はたくさんあるんだから。そうだね、まだまだ時間はたくさんあるよね。これは私とセナの思い出なのに、私全然覚えてない。こんなに鮮やかな記憶。セナ、あなたはちゃんと実在してる。そうだよね。私を信じてよ。それは私、服選びのセンスには自信があるし一目でこのワンピースがあなたにぴったりだって分かったの。やめておこうセナ。どうして？可愛くない？そういうわけじゃないよ。素敵な服だって思ってる。だから素敵なあなたがこんな可愛い服を着たらきっと一番輝く一番綺麗な女の子になれるよ。私別にそこまで素敵じゃないってば。本当なんだから、私を信じてよ。あなたの素晴らしさを私はちゃんと知ってるから。メガネを外してもう少し大人っぽい髪型にして、それから素敵な服を着て。きっといつもと全然違うと思うよ。うん、まさか今の私はセナにとってまだ素敵じゃないってこと？ちょっと、私の言いたいことを分かってるくせに。はいはい、分かってるから。じゃあ私を信じてみて。たまにはスタイルを変えて違う気分になったら、もしかしたらあなたの生活にも予想外のサプライズがあるかもしれないよ。サプライズ？今の生活には十分満足してるし、もしずっとこんな風に穏やかに過ごせたらそれもいいことだと思ってる。今の生活？それって私と過ごしてる毎日？それともそのずっと変わらない服のスタイル？どっちもだよ。はあ。あなたって本当に頑固だよね。こうと決めたことや慣れた生活を変えようとしない。ファッションも問題がないって思ったらずっと同じタイプの同じ服を買ってるし、あ、違う、服だけじゃないよ。普段の仕事だって目標を達成できるって信じたら繰り返してチャレンジするよね。途中で何度も失敗しても決して諦めたりしないの。やっぱり前回私が実験の仮説を間違えたせいでセナを巻き込んで実験室で1週間も一緒に過ごしたことを根に持ってるんだね。それだけじゃないよ。あなたが古いバージョンの地図を買ったせいで私たちはずっと歩く羽目になって全然違う目的地に着いたこともあるよね。セナってばどうしてまだ覚えてるの？あなたに関することは忘れたりしないよ。良かれと思ってやらかしたことも例外じゃないからね。でも前回は違う目的地に行っちゃったけど、そのおかげで私たちは人がほとんどいない綺麗な景色が見られた。それも予想外の収穫じゃないかな。だからそうと決めたら必死にやり遂げるあなたの頑固さも私は好き。それならもっと私に似合うスタイルの店に行こうよ。ダメ、この服は絶対に買ってあげるから。勘弁してセナ。私たちの間にこんなこともあったの？どうして私は全然覚えてないんだろう。待ってセナ。ねえ早く来て、早く。できた。どう？私すごいでしょ。うん、セナはもちろんすごいよ。でしょ。見て、本当に綺麗だよ。キラキラしててまるで大地の星みたい。星たちがセナの瓶の中に落ちてすっごく綺麗。そういえばホタルの飼い方を知ってる？そうしたら瓶の中の星たちはずっと私たちのそばにいられるよね。セナ、実はね、ホタルは光を放ってしばらくしたら死んじゃうの。え？成虫はかすかな光を放って草むらでその運命の相手になるもう一匹のホタルを探し求める。でも自然がホタルに与える時間はとても短いの。運命の相手を見つけられてもそうじゃなくてもしばらくしたらホタルはこの世を去るんだ。つまりホタルは明かりをつけてずっと探して、たとえ何も見つけられなくても死んじゃう運命から逃げられないの？フラフラしながらもずっとそばにいてくれて最後の時間を一緒に過ごしてくれる相手を見つけられる可能性もあるよ。命は短いけど温かい光は存在する。旅は永遠に続かないかもしれないけどいつかもう一匹のホタルが付き添ってくれるはず。そういった美しい絆はいつか消えちゃうの。いい夢を見た時のようにすぐにお互いのことを忘れてしまう。セナ、あなたは私のことを忘れたりする？そんなことない。セナのことを忘れたりするはずがないでしょ。そう言ってくれると思ったよ。命は永遠じゃないからこそ私たちは今の幸せを味わえる。それにそういう幸せが夢のように短くても私はホタルと同じようにかすかな光で自分の道を照らしてあなたにもう一度出会えるまで探し続けるよ。私もだよ。あ、瓶の中にいる子はその運命の相手を見つけたりしたのかな？もう少し頑張る必要があるかもしれないね。じゃあ飛んでいって絶対にあなたの一番好きなホタルを見つけてね。セナ。どこにいるの？セナ。あの時セナは週末のアンカーと共鳴した。逆に言えば私も週末のアンカーを使ってセナを見つけられるんじゃないかな。でも今は週末のアンカーがあったはずの場所には何もない。この世界がセナを隠したの。やっぱりダメか。ん？怪しいターゲットを発見。これより接触を開始する。親切姉さん。へえ、そんな慣れ慣れしい呼び方で私を呼ぶ人はあなたが初めてだよ。どうやら少なくとも私のことは事前に調べておいたみたいだね。でも残念、そんなの役に立たないよ。根源物質管理条例第22条に基づき、データの海から来た未知の再現物はその場で収容する。え？